お願いします。何人もの著名な霊媒師に依頼してもダメでした。これが今の妻の姿です。こんなおぞましい変わり果てた姿に、どうかこの恐ろしい悪霊を払ってください。美人だね。よし、引き受けた。会いに行こう、すぐ行こう。車の鍵と財布と銃と。幽玄と除霊学級。あら、ごきげんよう。おはようございます。ごきげんよう。ごきげんよう。いいお天気ね。おはようございます、お姉様方。おはよう。緊張した。私も。本当に先輩のこと、お姉様って呼ぶのね。可憐だわ。おっと、見回り見回り。ここは、私立ファルビオン女学院、通称ファル女、品行方正、清純清廉がスローガンの、いわゆる名門お嬢様高校。いえ、日本一のお嬢様学校と言っても過言ではないのです。一般科目はもちろんのこと、カリキュラムには、茶道、華道、料理、日本舞踊、社交ダンスまでも。卒業生には女優、タレント、アナウンサーなど芸能人で多数、まことの大和なでしこだけが通うことを許される学び屋。そんな乙女たちの花園で、今年度から私は教師を務めています。新任教師2年菊組副担任、佐藤美代。しかしファルジョはそのあまりの輝きゆえに、フラチな輩が寄ってくることも少なくありません。まったく、今はこんなことに労力を割いてる場合じゃないのに。そういえば理事長が今日新しいカウンセラーが来るって言ってたわね。しまったな、だいぶ遅くなっちまった。ファルジョファルジョ、おファルジョ生の生写真そんなに高く売れるのか。ああ、ほら見ろこの週刊誌、彼女にしたい女子校ブランドランキング20年連続の1位だったよ。一晩でババッと稼げちゃうバイトがあるんだよ。ファルジョ生ならお給料2倍出しちゃう。この承諾書にパパッとサインしてもらって。じゃあご飯だけ、飯だけ行こうよ。大人っぽいお店教えてあげるからさ。今度はナンパ。どうしても今日空いてないの。なんだいあんた、うまいこと言って騙そうったってそうはいかないよ。どうせ詐欺か何かだろ。俺は本気だぜ、目を見ればわかるだろ。どうだか、すっごいナンパされてる。うちの用務員のおばさんが。押すべきなの？ん？何これ、わかんない。お、ここの先生。いや失礼、朝一の仕事が少し長引いてね。まさか、あなたが？この方は、東尋坊幽玄先生。心理カウンセラー兼、占星術研究家兼、風水アドバイザー兼、その他、とのことです。その分野では知らぬ者はいない実力者だとか。何この人、本当にカウンセラー？全身黒なんて決めすぎじゃない？ここ学校よ。なんていうか見るからに遊び慣れてる雰囲気だわ。うさんくさい。では早速、佐藤先生、幽玄先生をお連れして家庭訪問へ。理事長、本当にこの人を生徒に会わせるんですか？腕は確かと聞いています。この問題は何としても早期解決させなければ。よろしく頼みますよ。はい。あんな男に任せて本当に大丈夫なんですかね。まったくだ、任せられるわけ。では車を呼びますので。俺のでいいじゃん。ほら乗って乗って。車だ、すごっ。この人本当違法な商売とかやってないでしょうね。服といい全部高そう。東尋坊さん。ああ、幽玄でいいよ。
あのですね、生徒の家に伺うんですよ。もうちょっと適した服装があるのでは？少し浮つきすぎかと。え、でもおしゃれだろ。店員さんに勧められてさ、買っちゃった。いや、おしゃれとかそういう問題ではなく、ごめかすくらいしないとな。なんだって今日、運命の女性と出会うかもなんだから。は？俺は昔から結婚願望っていうのかな、それが強くてさ、最高の輝きを放つ美女をずっと探し続けてるんだよ。天下のファルジョならきっと極上の美人が揃ってる。俺の将来のお嫁さん探しにぴったりの場所だよな。ここで降ります。あなたを生徒には会わせません。最低だわ。カウンセリングにかこつけて生徒に近づこうなんて。聞いた限りだとその生徒、普通の手段じゃ助けられないよ。俺を連れて行きな。多分役に立てる。2年菊組、出席番号25番、緑沢さゆりさん。先月の中頃から引きこもり状態になって学校に来れていません。ファルジョのベテラン教師陣や何人もの優秀なカウンセラーが出向いても状況は変わらず。まるで別人。一体どうしてここまで。自分一人の時間を過ごすこと、それも女性が成熟するために必要だけど、君の輝く魅力は誰かに恵み与えないともったいない。例えば俺とかにね。ナンパしないでください。この男は女性だったら見境ないの。あの緑沢さん。なあ、先生は触れない方がいい。なんです、あなたこそ生徒に触ら。あの、何か。いえいえ、本日は我々おいとまします。お父様、お母様、娘さんは当分そっとしてあげてください。時には構いすぎないのも大事ですから。あ、はい。だいぶ霊障が進行してるね。普通の人が直で触れば即もらうレベルにまで。幽玄さん、あなたは何者なの。本業は霊媒師。緑沢さんは何か悩みを抱えてたんだろう。彼女が過ごしてた他の場所にも案内してくれ。直接話を聞きたい。緑沢さんは本当にいい子で、習い事もずっと皆勤賞でした。バイオリンとフルート、書道もですね。児童養護施設と子ども会のボランティアもずっと手伝ってくれています。あの子はファルジョの見本みたいな生徒です。みんなから頼られて、服装や態度も常にしっかりしてて、校則違反なんて一度だってありません。でもそれが彼女を追い詰めてたようなんです。ご両親が見せてくれた日記にも。また委員会の仕事を断れなかった。学校の課題もあるのにな、習い事も。でも頑張ろう。ファル女性なんだし、しっかりしないと。頼られるのは幸せなことだもんね。どうして私ばっかりなんて思うのは良くない。でもちょっとだけ疲れたな。彼女に取り付いてるのは低級な悪霊なんだ。こいつは人が精神的に弱っているのを狙って取り付き、生命力を奪っていく。特に思春期のティーンエイジャーに多い。悩み大きい年頃だからな。緑沢さんが悩んでるって私は全然気づきませんでした。教師なのに。ただいま戻ります。無期限の休学処分が妥当ですよ。あくまで一身上の都合として、学校側に非はない。しかしファルジョには新入生を一人も欠かさず卒業まで育て上げてきた伝統があります。だからこそ政界財界多くの有力者のお子様を預かれているのですよ。しかし他の保護者への面目が。そうですよ、寄付金にも影響が出るかも。いけません、
最優先は我が校の名誉、それだけは汚すわけには。くそ、生徒一人のためになんでこんなことに。行こう。あ、うん、緑沢さんが引きこもってから先生たちはずっとあの調子で、うん、全員保身ばかり。私はファルジョで教えてる自分が誇らしかった。採用された時も飛び上がって喜びました。でもファルジョの実態は、生徒の悩みすら気遣ってあげられない上辺だけ、外面だけの学校だったんだわ。ブスだな。あ、な、そうして自分を卑下しすぎると内面がブサイクになるぜ。それに先生たちをあまり責めてやるな。得体の知れない悪霊が相手、動揺は仕方ない。でも緑沢さんだってこの学校に失望してるに決まってます。俺はそうは思わないな。失望だけなら学校や両親に迷惑をかける遊びでも覚えて憂さを晴らすこともできる。でもあの子はそうはしなかった。この学校とこの学校に通ってる自分が好きだから、必死で頑張ってたんじゃないか。三代先生、君もだよ。たとえ生徒のためであっても、自分のいる場所を無理に悪く言わなくていい。今彼女の魂は反悪霊化し閉じこもった状態にある。このままじゃ除霊はできない。どこかに根があるはずなんだ。悪霊を完全に発現させ魂を解放するきっかけになる根っこがな。俺ももう少し探ってみる。根、ね、って言われても何のことだか。あ、ん、何かある。あ、これ緑沢さんの日記の続き。日付は引きこもる前日、自分でページを破ってここに隠したんだわ。なんだか嫌になっちゃった。しばらく誰にも会いたくないな。緑沢さん、誰にも会いたくない。もう嫌だ。どうして私、もう嫌だ。どうして私ばかり。やめたい、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 やめたい。な、何これ。やめたい、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 やめたい。見たな、おめえ。チャンネル登録こちらから、おすすめ動画こちらから、コメント&高評価もよろしくね。